こんにちは、奥園敏子です。今日は豚肉と新玉のポン酢炒めを紹介したいと思います。新玉アレンジです。やってきました、新玉の季節。新玉ねぎって美味しいですよね。今まで新玉なしいろいろ紹介してきました。新玉つくねとか新玉チヂミとか新玉マリネとか、どれもね、たくさんの方に作っていただきました。ありがとうございます。で、今回はとってもシンプルな炒め物です。このシンプルに炒めた新玉ねぎがめちゃめちゃ美味しいんです。で、豚肉と新玉ねぎさえあれば作れる簡単さもまたいいんですよね。さっと加熱で新玉ねぎの美味しさを引き出す方法を紹介します。なのでね、ささっと作って新玉ねぎの美味しさぜひぜひ味わってみてください。では今回も楽しく作っていきましょう。材料です。豚肉、醤油、片栗粉、これで奥園の下味豚になります。新玉ねぎ、生姜、鰹節、調味料としてポン酢醤油、みりん、ごま油を使います。では玉ねぎを切っていきます。今回は新玉ねぎを使っていますけれども、これはひねの玉ねぎでも大丈夫です。同じように作れます。では切っていきます。今回はくし切りにしていきます。半分に切って、ここの下のこの部分を V に切りますね。ここの部分、これも食べられます。なのでこうちょっと切っておきますね。そしたらですね、くし形の切り方ってね、こっち側から切るかこっち側から切るかどっちからでもいいんですけれども、私はねこっちから切る方が好きなんですよね。で、どんな風に切るかって、こういう風にして、ここ斜めにしてこういう風に切ります。こっちを上にして切るとですね、ここの角がちょっとシャープに切れるんですよ。なので私はこっちの切り方が好きなんですが、でもこの切り方がちょっと怖いっていう人はこう向けて、ちょっとこう包丁を斜めにしながらこう切ってください。ね、これもちょっとここのところがちょっと四角くなるんですけど、それはそれで大丈夫ですので、どっちでも切りやすい方で切ってください。この幅なんですけれども、1センチから2センチの間ぐらいですね。太すぎず細すぎずっていう感じ。あんまり細いとね、食べ応えがないので、ちょっと太めの方がいいかと思います。さあ、これで玉ねぎが切れました。では奥園の下味豚を作ります。豚肉です。お醤油、片栗粉、食べやすくちぎっときます。はい、これで奥園の下味豚ができました。では合わせ調味料を作っておきます。今回ね、ポン酢醤油とみりんだけやからね、フライパンの中に直接パンパンって入れてもらってもいいんですけれどもね、まあ、あらかじめ混ぜとくと落ち着いてできるから、まあ慌てたくないなっていう人はあらかじめ混ぜといてください。ポン酢醤油にみりん入れておきます。はい、これで合わせ調味料ができました。ではフライパンで作っていきます。いつもの通り水滴技、フライパンに水を入れて火にかけ、この水がなくなったらフライパンが熱くなったというサインです。ごま油で炒めていきます。これはお家にある油で大丈夫です。豚肉からです。豚肉を入れたらちょっと広げて、そしてね、ちょっと待ってください。これで焼き色をつけます。で、ほら、ちょっといい感じで焼き色がつきました。そしたらほぐすんですけど、今回はね、そのしっかり炒めるというよりは、ちょっと豚肉に柔らかくあっさり仕上げた方が、新玉ねぎの美味しさと合うかと思います。なのでね、ここはさーっと炒めます。焼き付けるというよりは、ちょっとほぐす感じで、さーっとほぐしますね。さあ、そしたら、ここで、生姜。生姜、まあ入れるんでもいいし、入れんでもいいんですよ。毎回言いますけど。だけど、まあ入れとく方がね、結構も良くなりますしね。そして、あの豚肉の茎も取ってくれます。そしたら、ここで、新玉ねぎ。豚肉ちょっと赤いところがあります。でも、これぐらいのタイミングでね、3-2分ぐらいのタイミングで入れた方がいいです。今回は豚肉ちょっと柔らかめに仕上げたいんですね。なので、さーっとこれで炒めて、そしてこのまま炒めて火を通すとすごい時間かかるので、ここで蒸し焼きにします。蒸し焼きにするとき、このまま蓋をしてもいいんですが、ここでお水を入れます。両刀使いでいきます。これで
で大体1分蒸し上げにします。冷える玉ねぎやったらもう少し長くやってもらってもいいんですけれども、まあ、新玉ねぎやったら1分ぐらいでもうさっと火が通ってすごくお店が引き出されるかと思います。でこのお水なんですけれどもね、まあ、入れなくても新玉ねぎの水分だけでもうまく蒸し焼きできるんですけれども、お水を入れた方がバーッと蒸気が出てね、熱が全体に回りやすくなって、そして新玉ねぎがねしっとり柔らかく仕上がりますのでね、もう大さじ1ぐらいの少量のお水ですけどね、ちょっと入れてもらった方がいいかと思います。さあだいたい1分ぐらい経ちました。中を見てみたいと思います。こんな感じ。ほらちょっと玉ねぎが透き通った感じしませんか。これね蓋せんと炒めるとねこういう感じにならないですね。もうちょっとなんか水分が飛んでしまうんですよね。なので蒸し焼きにするとこの柔らかくてみずみずしい感じに仕上がります。でちょっとお水が残っていますけれども、これぐらいで大丈夫です。これでお水入れんとちょっといや焦げてくるんですよね。なのでこれでいいですね。でものすごい新玉から水が出たらちょっと飛ばしてもらった方がいいですが、これぐらいなら大丈夫です。ちょっとシルシルしてるぐらいなら大丈夫です。そしたらここで合わせておいた調味料入れます。もう合わせてなかったらここでみりんとポン酢パンパンって入れてもらっても大丈夫です。さあこれで火を強めて一気に絡めます。絡める言うてもね、もう全体にこう行き渡ったら大丈夫ですよ。さあちょっとシルシルしてますけどこれぐらいで大丈夫です。そしたらこれで火を止めて、最後に鰹節、ブシブシです。これで出てきた水分吸ってくれます。このちょっと汁っぽい感じに仕上げた方が新玉ねぎのみずみずしい感じが残っていいかと思います。さあこれでひと混ぜしたら出来上がりです。できました。新玉新玉さっと加熱で甘くてうまうま新玉さんの晴れ舞台。やっぱ新玉さんにはポン酢醤油の爽やかな香りが似合うな。静かに見守る豚肉と鰹節、私や新玉さんの引き立て役でええな。いやいやみんな一緒でこの美味しさ、みんなが主役の一品です。では早速食べたいと思います。いただきます。玉ねぎシャキシャキ、お肉柔らかい、噛んでいくと新玉ねぎの甘さと玉ねぎの旨味、これがね口の中いっぱいに広がってめちゃめちゃ美味しいです。でこのポン酢醤油なんですけど、みりんが入っているのでね酸っぱいっていう感じではなくってね、玉ねぎの甘さを引き立てる感じでね、食べた時はあ玉ねぎ甘くて美味しいわっていう感じです。玉ねぎの美味しさが味わえる一品になっています。で忘れてはいけないのがこの鰹節で、ポン酢醤油だけでもいいんですけれども、鰹節が入っていることでさらに旨味が掛け合わされて、で鰹節と玉ねぎっていうのもまたすごく合いますのでね、何層にも口の中にね旨味が掛け合わさってね、とにかく玉ねぎが美味しいんですけれども、そのバックにポン酢醤油の旨味とか鰹の旨味とか豚肉の美味しさが玉ねぎの美味しさを引き立てているっていう感じです。今回のポイントは何といってもフライパンで蒸し焼きにしたあそこです。玉ねぎをね豚肉と一緒に炒めてるだけやったらね、玉ねぎの水分がどんどん飛んでいくしね、どこまで炒めていいかねちょっとわからへんのですよ。なんでかっていうと、新玉ねぎってさっと加熱でも美味しく食べられるから、さっと加熱していいような感じがするけど、さっと加熱しただけやったらやっぱりちょっと硬かったり辛みが残ったりするんですよね。なので倒せんと炒めると意外にどこまで炒めたらいいか難しいんですよ。そこで蓋をして蒸し焼きにするとね、もう1分間でもうきれいに火が通るからね、すごくいいんですけれども、あの時に水を入れへんとね、やっぱりねちょっと焦げつく心配があるので、あそこで水を入れて蒸し焼きにしたっていうのがポイントになります。バーッと蒸気が出てね、めちゃめちゃ上手に蒸し上がりますのでね、あそこね大さじ1ぐらいの水なんですけれどもね、ぜひぜひ入れて蒸し焼きにしてみてください。で今回は新玉ねぎ使いましたけど、ひねの玉ねぎでもできます。その場合はね、蒸し焼きの時にちょっと長めにやってもらうとね、ひねの玉ねぎでも上手に火が通りますからね、その辺はちょっと
ょっと調整しながらやってみてください。これはこのまま食べても美味しいんですけれども、ちょい足しするとすればちょっとピリ辛にするのもすごくいいです。七味唐辛子でもいいですし、もしあれば柚子胡椒なんかね混ぜてもらうとね、ちょっとピリ辛でまた香りも良くなってね、美味しいかと思います。でこれは冷めても美味しいので、お弁当なんかにもおすすめです。こんな感じです。あとご飯とかおうどんにかけてもらうのもすごく美味しいかと思います。そうするとね、忙しい時にね、もうこれ一品で完結しますから、そういうのもいいかと思います。こんな感じです。これから玉ねぎがどんどん美味しい季節になります。玉ねぎは食物繊維が豊富ですし、腸内環境にもいいですし、血液サラサラ効果なんかもありますからね、もう健康のためにはとってもいい野菜ですのでね、もう美味しい時期にはたくさん食べたい野菜です。今回の炒め物やったらね、本当にもうさっとすぐできて、もう玉ねぎ本来の美味しさを味わえるのでね、繰り返し作ってもらっても飽きずに美味しく食べられるかと思います。ぜひぜひ気軽にちゃちゃっと作って美味しく食べて、また明日も元気にお過ごしください。今回もとっても美味しくできました。ぜひお試しください。本日のおまけ、わかめ入り新玉ポン酢炒め。わかめを入れてさっと炒めて仕上げました。出会えてよかったわかめさん、出会えてよかった新玉さん、たっぷり生姜も加わって豚肉さんも大喜び。明日も明後日も一緒にいられたらいいな。繰り返し繰り返し食べたくなってしまう一品です。この動画を見て作りたくなったら、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。